ブレンキンソップのラック式機関車、ジョン・ブレンキンソップは、イギリスの鉱山技術者で、また、蒸気機関車関連の技術の発明者でもあり、最初の実用的な鉄道用機関車を設計した。ブレンキンソップは、リーズ近郊のロスウェルで生まれ、いとこで、ノーザンバーランドの炭鉱監督であった、トーマス・バーンズの弟子となった。1808年から、リーズ近郊のミドルトンで炭鉱主をしていた。 チャールズ・ジョン・ブランドリングの代理人となった。1758年にこの炭鉱では石炭をリーズまで輸送するために今日ではミドルトン鉄道として知られている馬車鉄道を敷設した。敷地のすべてをブランドリングが所有しているわけではなく議員立法によって他人の土地の地域権を取得することが認められた最初の鉄道であった。リチャード・トレビシックは 蒸気機関車の製造を始めており、1805年にワイラムの炭鉱向けに製作した機関車にその成果が現れていた。だが、中鉄製の板状のレールはその機関車の重量を支えることができず、機関車は放棄されることになってしまった。しかし、ナポレオン戦争に伴う馬の不足と飼料の高騰は蒸気機関車の利用を相対的に魅力のあるものとし、 さらなる開発を促すことになった。さらに、ミドルトン鉄道には1807年頃により、強度を高めた新しい円付きの中鉄レールが、敷設された。ウィリアム・ヘドリーなど多くの人々は、5トンほどにも達する機関車であれば、粘着式鉄道でも十分な牽引力を、発揮できると考えていたが、ブレンキンソップにはそれほどの自信がなかった。1811年に彼は、 機関車用のラックピニオン機構の特許を取得し、これは、ホルベックのフェントンマレーウッド社のマシューマレーにより、設計、製造された。その当時の一般的な考えでは、機関車は良好な条件下では、機関車自体の重量の4倍の貨物を、粘着力のみで牽引できるものとされていたが、ブレンキンソップは、より多くを求め、彼の5トンほどの機関車では、 通常90トンの貨物を引いていた。最初の機関車はサラマンカ号で1812年に作られ、さらにプリンスリージェントロードウィリングトンマーキスウェリントンの3両が製造された。機関車はウィガンやニューカススルアポンタインにある炭鉱向けにも製造された。この種類の機関車はベルリンの王立鉄工所でも製作された。こうした機関車は 二つの位相を変えたシリンダーを備えた最初のもので、またトレビシックの設計と異なり、フライホイールを備えていなかった。このシリンダーが歯車付き車輪を駆動し、この車輪が一方のレールの脇に敷かれたラックと噛み合わせられていた。このラック式機関車のうちの一両は二つの8インチ20インチのシリンダーを備えていたとされ、車輪をクランクで駆動していた。クロスヘッドは ガイドに沿って動くようになっており、初期の機関車の大半がそうであったような平行運動で制御されるのではなかった。この機関車は20年ほど用いられた。1820年に連鉄製のレールが作られて、より重い粘着式機関車を許容できるようになると、こうしたラック式設計はすぐに置き換えられることになった。粘着式機関車は、 ジョージ・スチーブンソンなどによって実用化されることになった。ブレンキンソップは、ディーズで1831年1月に亡くなり、ロスウェル教区の教会に葬られた。ありがとうございます。